語彙できる。N1 第1巻忠告。忠告に耳を貸さないなら、失敗しても救済措置はないからな。沈下。地下鉄工事のために地盤は沈下した。仲裁。口論がちょうど激しい時に彼が仲裁に入った。施錠。扉にきちんと施錠した。要請。エネルギー問題解決のために政府は国民に協力を要請した。結末。この物語は悲しい結末で終わります。発端。騒ぎの発端は彼の不注意な発言からだった。本筋。そろそろ話の本筋に入るべきです。欲望。彼女は金に対して異常なほど欲望を持っていた。収束。彼らはスムーズにこの事件を収束させたいのではないか。手分け。この仕事は手分けしてやれば一日でできる。伴奏。彼はギターの伴奏で歌っている。講演。その会は外務省の講演で開かれた。密集。この森には竹が密集して生えている。収容。捕虜を収容する。絶望。世界の平和を絶望する。収束。蔓延していた悪役が収束した。完結。連続ドラマが完結した。成就。大事業を成就した。静止。静止画面。契約。3年間の貸借を契約する。嫌味。嫌味を言う。強み。私は自分の強みを発揮する。抜粋。本の要点を抜粋した。摘出。外科医は患者の盲腸を摘出した。並列。電池を並列につなぐ。会心。会心の笑みを漏らす。気心。彼の気心がわからないから扱いにくい。真心。彼の言うことは真心から出る。踏襲。私は前任者の方針を踏襲する。合併。子会社を親会社と合併する。閲覧。ウェブサイトを閲覧する。釈明。事故原因について釈明する。大台。21世紀には世界の人口は100億の大台に達するだろう。大口。それはかなりの大口注文だ。大筋。話の大筋をつかむ。先方。先方の意向を聞く。群衆。事故現場にやじ馬が群衆した。波及。暴動が全国に波及した。変換。かなを漢字に変換する。同調。彼の提案に同調する。合致。二人の見解が合致する。加味。参加者の意見を加味して日程を決める。委託。販売を業者に委託する。従属。子供は親に従属している。一任。事件の処理を君に一任するよ。打開。この絶望的な状況を打開することは不可能だ。口出し。人の話に横から口出しするな。跡地。ここは昔、万国博覧会をやった跡地です。表紙。手を打って表紙を取りながら歌を歌う。すべ。なすすべがない。雑踏。雑踏に紛れる。手前。少しは世間の手前も考えなさい。仕業。これもあいつの仕業に違いない。そぶり。よそよそしいそぶりを見せる。本心。本心を打ち明ける。無償。無償で貸与する。工面。旅費を工面する。予断。形勢は予断を許さない。支障。運営に支障をきたす。不況が深刻化している。苦境。彼は苦境にあった。中枢。経済の中枢をなす。凝縮。作者の心情がこの一行に凝縮されている。遂行。業務を遂行する。躍進。躍進を遂げる。回想。少年の日を回想する。気がかり。気がかりなのは娘のことだ。遠隔。操作は遠隔で行われる。大差。田中氏は大差で市長選挙で当選した。移植。我々の仲間ではあなたは異色の存在だ。概略。計画の概略を述べる。充当。彼は賞金を新車の購入に充当した。変形。熱で変形する。選出。議長を選出する。採取。指紋を採取する。判別。善悪を判別する。督促。図書の返却を督促する。統合。二つの部署を統合する。対面。旧友と20年ぶりに対面した。隣接。ドイツはフランスに隣接している。運行。天体の運行を観測する。稼働。印刷機は稼働している。破損。塀が破損した。添付。領収書を添付する。辞任。社長を辞任する。誇張。主人公の特徴を誇張して描く。陳列。商品を棚に陳列する。出没。空き巣が出没する。順応。新しい生活に順応する。適用。会社構成法を適用する。帰結。議論百出したが、結局同じところに帰結した。変遷。時代の変遷とともに人々の好みも変わる。安堵。無事を聞いて安堵した。転校。サラリーマンから小説家に転校する。流出。事故で廃液が流出した。発散。ストレスを発散させる。啓発。彼の意見には啓発された。触発。友人の研究に触発された。鑑定。筆跡を鑑定する。自尊心。親友に自尊心を傷つけられた。糸口。問題解決の糸口を与える。地、軍事基地を築く。根源、問題の根源を突き止める。基盤、生活の基盤を固める。樹木、樹木が茂る。相場、相場が上向きになる。人脈、豊富な人脈を誇る。難点、難点を克服する。心情、被災者の心情を察する。熱意、熱意がこもる。愛着、古いしきたりに愛着する。排出、戸外へガスを排出する。一掃、不安を一掃する。提起、疑問を提起する。昇進、部長に昇進した。紹介、詳細は事務所に紹介してください。念願、念願の家を手に入れた。志願、志願して入隊する。欲求、欲求を満たす。